はい、こんにちは。今日のテーマはですね、また恋愛心理学というところでですね、心理学をですね、恋愛の観点から見ていきましょうというお話なんですが、今日はですね、ごめんなさい、男性限定の動画なんです。まあ、もちろんですね、女性の方にですね、例えばお付き合いしている男性に向けてとかですね、旦那さんに向かってですね、もっとあなたに恋したいからこうなってよっていうためにこの動画を見ていただくってないと思うんですけど、今日はですね、恋愛心理学の中でもモテトレーニングですね、モテるためのトレーニングっていうところで、じゃあどういうところをですね、男性の方は鍛えるとよりモテるようになるのかっていうお話をしていきます。でまずですね、よくあるのが、その何をじゃあ持って女性から男性を見た時に、まあ、モテ要素になるのかっていう、まあ、どこに女性の方は男性に対して魅力を感じるのかっていうお話からなんですが、短期的な恋愛をする、まあよく僕も何回かいくつか動画で話したかと思うんですけど、短期的な恋愛をするんだったら自分と全然住む世界が違う人に恋をしましょうっていう話なんですね。例えばものすごく清楚な方だったら、やんちゃ系の男の子ですね、いわゆるヤンキーと呼ばれるような子ですし、逆にちょっとやんちゃな女の子だったら清楚系のカッチリとしたですね、メガネクイッと上げるようなですね、男性を好きになると、短期的な恋愛非常にうまくいくと。ところが長期的な恋愛ですよね、まあ、何年付き合うとか結婚しますってなった時には、それだとだんだんですね、違う自分になっていってしまうと、違う自分を演じ続けなくちゃいけなくて疲弊してしまう、疲れてしまうっていう風になってしまうので、長期的な恋愛、最終的にゴールインしたいという風に考えている方に関しては、たくさん共通点を持っている人ですね、に恋をしていくといいですよという、まあ、お話です。はい、じゃあ男性諸君という話なんですが、どこを鍛えると、女性にとってですね、より魅力が増すかってどこだと思います？腕ですかね、足ですかね、お腹ですか、三角形に丸れたら怖い、シックスパックにですね丸れたですね、モナカみたいなお腹なのか、それともたくましい胸筋なのか、はたまた髪の毛をですね綺麗に整えるためのそういったテクニックを鍛えるのかではないんですね。いくら見た目を鍛えたところでっていうのは実はあんまりなくて、まあ、もちろん見た目っていうのは大事なんですよ。男性で言ったらですね、1:0.6:0.6というですね、いわゆる逆三角形のボディっていうのが持っている体で、女性であればバストヒップじゃない、バストウエストヒップだったら1:0.7:1くらいですね、比率がいいみたいなこと言われてるんですが、体を鍛える以外で、モテるためにっていうのは何がいる必要かというと、頭なんですね。とにかく勉強ができるようになるということが大事なんです。でよく IQ テストってあるじゃないですか。で IQ って平均値は100なんですね。はい、よく言う学校で平均テストじゃない、学校で定期テストとか実力テストやった時に平均って60何点ですとか70何点ですっていうのが出るじゃないですか。その70何点のところに自分の点数が70何点同じ点数だったら IQ100 みたいなイメージになるんですが、 IQ が実は高い方がモテるっていうのが出てるんですね。でこれパーセンテージちょっとあるんですけど、 1% から 8% ですね。これは話し方も含めて賢い人の方がモテるということです。微妙じゃんってなるかもしれないんですけど、でもやっぱり全くその賢ければ賢いほどモテ度が上がっていくんで、つまりバカだったらモテにくいっていう話になっちゃうんですよね。つまり、これ IQ100 から見た時の1から 8% になるんで、90とか80とかない人からしたらもう 10% を超えてくるくらいモテるっていう話になってくるんですよね。はい、で一番モテる IQ が一体どのくらいの高さなのかっていうと、上限はだいたい120前後です。このくらいがちょうどいいと、だから偏差値だったら60くらいがいいくらいですね。ところが逆に今度鍛えすぎると、150とか180くらいになってくると、もう賢すぎて横文字いっぱい並んでとかですね、もう何言ってるか分かんない、専門用語いっぱい出てくるし分かんなくなっちゃうんで、あんまり勉強しすぎるのも良くないと、適度に120くらいの IQ をキープできるくらいの、勉強量が大事ですよっていうお話です。でですね、もう一つ、選ばれるポイントとしてですね、トータル的な IQ だけじゃなくて、プラス話が上手な人っていうのがモテやすくなりますよっていうお話なんですけど、これは何かっていうとですね、何か一つの出来事、エピソードがあった時に、例え話で説明した時に、ごめんなさい、もう一回ですね、何か出来事があって、でそれを説明するときに、例え話が上手か下手かで女性にモテるかモテないかっていうのが、決まってくるっていうお話なんですよね。まあ、例えばある歴史上の出来事があって、じゃあ現代で言ったら最近起こった事件のことなんだよみたいなことを言って、へえなるほど、分かりやすい、その分かりやすいって言ってる女性が実はキュンキュンも一緒についてくるみたいな話になってくるんですよね。
はい、なので、男性の方はですね、体を鍛えるっていうのもモテるためのトレーニング一つなんですが、勉強とそれから分かりやすい話し方を鍛える、この2点もですね、実はモテトレーニングの一種であるということをですね、今日はお伝えをさせていただきます。ということで、どちらが得意かっていうのもありますしね、体をそもそも動かすのが得意で、普段からですね、そういう筋トレみたいなこととか運動とかするのが得意っていう人はもちろんそっちに走っていただいたらいいですし、そちらがどちらかというとちょっと苦手です、じゃあ勉強と、話し方を鍛えていきます、それも OK なんですね。そのどちらかがバランスうまく取れてたらモテていきます。ただしどっちもやられてもモテないし、両方ともやる人はさらにモテますというお話でした。ということで、女性の方ですね、もしですね、より今お付き合いしている男性、あるいはこれからお付き合いして、もしくは旦那さんにより魅力を感じたということであれば、ちょっと最近あった勉強頑張っているみたいなことでですね、ちょっと焚き付けてみてもいいんじゃないかなっていうふうに思います。ということで、本日なぜかですね、こう椅子がですね斜め向いてて、ちょっと皆さんこんな感じでな、肖像画かってモナリザかって話なんですけど、それはいいとして、はい、なんで今カメラさんも今斜めフィッて向いたんですかね、はい、まあいいでしょう。ということで、無駄話は以上とさせていただいて、モテトレーニングのお話をさせていただきました。なので男性諸君はですね、体を鍛えるっていうのがちょっと難しい方に関しては、勉強と喋り方ぜひ鍛えてみてください。あなたのモテがよりアップしていきます。はい、ということでお疲れ様でした。さよなら、バイバイ。